ナビー。ほらほら、見切ってる見切ってる。ということでね、今日は12時から、まさみのメロディーということでお付き合いいただきまして、この1時からはですね、通常通り、まさみの気ままなメロディーということで始まりましたけれどもね、まあ、先ほどと何が違うかというと、座る位置が違う。なんか変えないとね。あ、そうですね。なんか変えないとね。あれまだ平気なのお仕事。あ、大丈夫です。はい。なんか今日はね、ね、4時からあの欅ホールで歌うそうなんで、はい、古賀正男記念館で、ね、はい、もう頑張ってください。頑張ります。クリアのね、これをやりますもん。これね。ね。いやもう半端じゃない。ということで、はい、じゃあ、 引き続きね、ゲストには茜椿さんでーす。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。12時の時に、はい、湯の宿話をお届けいたしましたけれども、はい、12時からご覧いただいた方はね、これかと思ってくださったかと思うんですが、はい、今お聞きいただきましたのが長崎夢盛りという曲で、はい、この曲は椿ちゃん自ら作詞。そうです、はい、すごいですね。詞を書かせていただきました。湯の宿話のカップリング曲です、ね、本当に素敵な歌だし、めちゃめちゃ可愛いので、あ、可愛いがあんま隣に並びたくない。綺麗色が綺麗色が可愛い、可愛い、ちょっと何イチャイチャしてんですか。仲良しなんだもん、翔吾くん休みの間に。いいないいな、翔吾くん休みの間に仲良しなんだ、羨ましいな、霊役。すごいいたずら子みたいな。ということで、この時間もね、椿ちゃんにいろいろ聞きながらお届けしたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。お願いします。ということで、この番組は、はい、この番組はイベントハウスメロディー、安田建設、伊豆の総裁、平成ロマン企画、カラオケ喫茶アラビカでお届けいたします。はい、ということでよろしくお願いします。どてよどてよ。まあ、この気ままなメロディーね、はい、いつもは、まあ、私とゲストさんと、はい、永遠のゲストということで、リア君は俺だいましたけど、翔吾君初めてです。先ほどもそうですけど、沖田さんの番組にこうやって出演させていただけるのは、初かもしれないですね。初めてだよね。はい、ありがたいです。でもなんかさ、翔吾君って、はい、なんかあんまりこう合わなくてね、合わなくて、なんかこう、ここに来てるんだけど、あ、そういうことね。あ、よかったよかった。そう、あ、性格は合わないので、あんまりこう、はい、出会うことがなくて、ここに来ててもね、あんまり会ってないよね。入れ違いでちょうどこう、そう、入れ違いとか、私が4時までいるときは大体休んでるから、ね。いや、ありがとう。ね、もうで、私が目玉ちゃんっていう役をやらされてるの。はい、役やらされてるの。ちょっと拝見しました。なんか目玉の、そう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 、目玉くんのね、目玉くんを持ってきてくれて、目玉くん持ってきてくれて、目玉ちゃんやって、お引き合わせって、あ、引けちゃった。痛い痛い。やってるの。やらされちゃうの。そうなんですよ。やらされちゃう。かわいそうでしょ。あれ、もうありがとうございます。先輩にもやっていただきまして、ね、ここに座るとね、何やらされるかわかんないからね、つまきちゃん、何でもできるように、もうね、美人演歌歌手とかを目指したくても無理無理。もうこの二人に会ったら無理無理よ。もうね、何もかも丸裸にされちゃうから。お笑い演歌歌手になっちゃいます。そうなっちゃう。本当に。あとついてきてね。頑張ります。ついてきます。ということでね、まあ今日も始まりましたので、皆さん最後までよろしくお願いします。ということで、じゃあ、私は沖田まさみの恋の扉を歌ってもいいかしら。あ、生歌で、生歌で、お、違う、あ、違うね、違う、びっくり。以前、はい、メロディーさんに出演させていただいた時のやつだと思います。じゃ、着物でね、はい、アイドル歌手みたいに歌ってるんだ。あら、今はね、この恋の扉ね、途中にね、掛け声を入れてもらってるんですよ、言葉はいらないの、まーちゃんって、
目玉、目玉じゃない支配されるから目玉にエアグルマイまあちゃんまあちゃん、皆さんもぜひ今度お会いした時には皆さんもまあちゃんコリよろしくお願いしますということで、じゃあレア君私の曲紹介お願いします。はい、沖田まあちゃん沖田まさみさんの、恋の扉パカーン言葉いらないのまあちゃん、はい、そんな感じでありがとうございます。あれいなくなったよ、ここ あれどこ行った、いつの間に、あらいつの間に、いつの間にどこ行っちゃったんだろうね。あ、お仕事ですかね。いや、長崎ちゃんぽん食べ行ったんじゃない。あ、本物を食べに行ったんですかね。もうだって椿ちゃん見てあれは違うって言ってた、うん、本番ね、本番わかる。もう写真見て違う、これは長崎ちゃんぽんじゃない。椿ちゃんも先生も言ってましたからね先生の声に力が入ってましたね。本物のちゃんぽん食べに来いって
言ってましたからね。多分だから今から本物のちゃんぽんを食べに長崎へ行ったんじゃないかとか、はい、あらでも気をつけてね、気をつけてねそんなねメッセージ来ましたよ。いちごちゃんから、はい、あれれいやくんまだいるもういないのそうなのよれいやさんね、うん、まああの私が無理やり引き止めたんですけどね、うん、ここまでいなさい、さすが先輩のもう力でこうね、もう、ね、もういなさい、うん、多分でももうちょっと入れたんじゃないかと思うんだけどね、時間的にどうなんだろう、ね、どうなんでしょうね、うん、これから欅ホールに向かうそうですけどね、うん、まあ4時から歌うそうなので入場無料かもしれないって言ってました、ね、言ってましたね。あそれで入場料取られたらどうなるそれはもうハテナにしといた方がいいかもしれない、ね、かもしれないっていう、うん、クエスチョンリア君も言ってたからね、あらはい、まあ、ぜひ応援してあげてください、よろしくお願いします。じゃあね、あのさっきほら12時からもやらなかったんだけど、皆さんメールとかさメッセージ出したくてもどこに出せばいいのって思ってるかも、椿ちゃんにほらメッセージとかね、はい、いただきたいんで、そうですよね、はい、じゃあはい皆様こちらの方で、うん、鳥越あずうりさんのツイッターから、メッセージの方を送ることができますので、はい、ぜひぜひ、生放送中、コメントを読ませていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。椿ちゃんかわいいねとかね、椿ちゃん素敵だよとかね、将軍目大きいねとかねなんかすごい顔、ね、すごい顔だね。ガビビ、ね、向かって。やらせるからもうこういうキャラじゃないんですよいつも。え違うの？違いますよ。なんかもうおとなしいキャラなんで。え？二人でなんか。手になってしまった。真横で見たら本当にお目大きいですね、うん、吸い込まれちゃうからね、吸い込まれちゃう、気をつけた方がいい。たまに怒ってきたらこう押さえてあげて飛び出したのでね、もうねね、もう椿ちゃんどうですか1時間まあお付き合いいただいて、はい、うん、あいやでも楽しくて、うん、あの1時間あっという間だったので、うん、この後もあっという間だと思います。ただレイヤー先生いないからね、うん、もっとあっという間かもしれないね、そういうようなことでございますけど、まあ、椿ちゃんのねあのこの時間からご覧いただいた方は茜椿さん、え茜椿さん可愛いけどどんな子って思ってらっしゃるかもしれないんで、ざっとざっとプロフィールね、はい、出身は長崎県伊勢林市です、血液型は O 型、趣味は温泉グルメ旅とか陶器屋さん巡りとかですね、はい、で特技が要塞着付け暗記すごいね資格もねいろいろ持ってるんですよ、うん、実は、うん、商工業簿記1級ワープロ1級ネイリスト2級ドレメ式教員免許。ドレメ式って何？あ、それがあの要塞の、うん、あの式が2つあるんですよ。ドレメ式と文化式っていうこう2つ通りあるうちの、私が行った要塞学校はそのドレメの方だったので、はい、要塞の一応先生の免許をいただいております。ネイリスト、ネイルもできちゃうんだ。そうなんです。あのご自身でやってるの？はい、今これは、はい、あのマニキュアなんですけど、うん、そのジェルネイルの方も、うん、あのまあ、私の姉が、うん、今ちょっと違うんですけどネイリストやってて、で、まあ、私もそのネイルとか好きだし、うん、あちょっとやりたいって言ったら、あじゃあ資格取ったらって姉から言われて、私もはい取りました。私も結構ネイル好きで、はい、あのもう本当にこんなにネイルがすごい流行る前から、はい、結構自分でねあの飾りつけたり、だジェルネイルじゃなくて、私もマニキュアの方なんだけど、そうですか。今もうめちゃめちゃ綺麗だなと思って、いやいや綺麗くない、体験してました。かわいい、ドリンしてるけど、流行る前でさもうそんなもう前、そうそうそう、だから着物、青い着物着たら青い爪にしたりとか、やっぱり合わせてそれに石乗せたりとか、うん、結構してました。ご自身で、うん、自身すごい。で今も自分でやって、うん、そうなんだ。私もじゃあネイリストの資格取ろうかな。あら、ね、取れない、そんな器用じゃない、ね、そして小学校3年生の春休みにお父様の、おすすめで、今そちらに
皆さんにはご覧いただきませんけど、はい、そちらにいらっしゃいますが、うん、音楽家山本康明先生のもとに入門されたということでございます、はい、そして中学3年生の時に知らぬい子守唄でデビューということで、はい、少女演歌歌手の誕生として、さまざまな地元メディアに取り上げられているそうでございます。そしてね、今頑張っている曲が、湯の宿話という歌ですね、はい、こちら頑張ってますんでね。でカップリング曲が、長崎夢盛り、今ね皆さんに聞いていただきましたが、はい、これは作詞が、はい、茜椿さんご自身ということでございます。そうです、この湯の宿話は作詞が、うん、先生ですね、画面の向こうにいる山本康明先生です、はい、作曲は2曲とも岡千明先生です。岡先生ね、岡先生も面白いですからね。そうですね、なかなかね、なかなか面白い、なかなか面白い会うとお前何を恋しぐれ歌いかって言われて、あ、歌いますって言って歌うぞ大先生ですからね。そう、先生と歌えちゃったって、なんと幸せなんだろうと思いながら、で歌いながら隣でもっと声出せ、もっと声出せってなんかモノマネがちょっと入ってましたね今今先生が見てないことを願ってるでもね、たまに連絡くれたりとかで、すごくいい先生ですね、岡先生もね。ね、そんな湯の宿話で茜椿さん頑張ってますんで、皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということで、このお人のさみの気ままなメロディー初登場のですね、うん、初登場なんだよね、うん、あ、そうです、僕も MC、うん、させていただくの初登場です ね、うん、ね、永遠のゲストって言ってレア感ないし、どこ行っちゃったでもちょっとね前半ね出られてよかったですね、レア君も、ね、うん、もう行っちゃったのかな、多分電車の中かもしれないですね、電車の中かな、うん、ね、ぜひぜひということで、じゃあ今日はまずは翔吾くんの歌を、はい、私がたまに目玉ちゃんになった時にやってますね、おひけなすって、おひけなすってやってますね。じゃあ曲紹介お願いします、はい、ジャズタッチのメロディーのまたたび演歌でございます、いぶきおろしのカンタロウ聴いてください。
その流れの歌詞のままに、いやもう終わりの君が愛しまう。生きてゆくの親の定め、息吹おろしのカンパロ、カンパロ。翔吾さん、いぶきおろしのカンタロウでございました。なんか違う人がいるみたいだったね。素晴らしい方ですよ、あの方は。シーン自分で自画自賛。いやでもね、ね、いいですよね。いいですね。お引きのすってにすって。おはなちゃん、おはなちゃん、まあちゃん、つーちゃん。いやでもなんか翔くんの歌っていうのを、うん、まあ、あんまじまじと聞いたっていうのかな、はい、すごいかっこいいですよね。いやいやいや、ありがとう。うん、嬉しいですね。ということで次のなる、ボッと上げてボッと落としてる。ここによる。いやいやいや、本当にね、翔くん、まあ、あの翔くんね、うん、この時間は初めてだから、うん、はい、ありがとうございます。誰だこの目の大きい人は、と。目の利く人だな、すごいな。なんか絶対さ、はい、あのこう何、時代劇とかやったらかっこよさそうですよね。うん、あ、この似合いそう、見どころが目に入らぬ。目入らぬ。入っちゃう。リアクションありがとうございます。ね、入るよね、きっとね。で、似合うよね、絶対ね。ね、うん、お着物とかも着られるんですか。あの、はい、最近あの着るようになって、うん、でも着慣れてないので、うん、着るとなんか新鮮でちょっと嬉しくなっちゃいます、ね、うん、でもなんか大きく見えちゃって、うん、あれこんなこんなんなんだみたいな新鮮な感じが、うん、やっぱお二人はもうお着物をずっと着られてるじゃないですか、うんうんうん、なんかこう女性は特にこうやっぱりお着物とか、うん、あの移動中とかすごく大変なんじゃないかなと思ったりする、うん、どうなの、はい、大変だけど私はもう慣れちゃった。うん、逆になんか歌うときは着物じゃないと、うん、あのなんか変な感じがしちゃ う、 そう、逆にドレスとか、うん、たまにね、うん、あのディナーショーみたいなのでドレス着たり、うん、ヒールで歌ったりしますけど、うん、足元がおぼつかないっていうか、で帯がないとお腹周りもおぼつかないみたいな、そんな感じがあって、でよくあのほら着物着て食べたりするじゃない、うん、歌う前食べます？歌う前あんまり食べないようにはしてますけど、食べる時もあります。歌う前食べます？歌う前僕もどっちかというと食べれない方で、うん、ちょっと食べるぐらいですね。私歌う前しっかり食べる人なんです。すごーい。それが一番いいですよね。あとこの間も着物着てからお腹空いたって言ってお弁当半分食べてから、うん、すごーい。だからあの着物でも全然食べれちゃう感じなんですよね。やっぱこう経験のね、こうそうですよ。いや人による食べるの好きなんでね、だからかなと思うんですけどね、うん、本当はね食べない方が声は出るとか言いますけどね、うんうん、でも私食べないと力が入んないから。あでもね本当に生の翔吾くんのステージもぜひ皆さんね、うん、ありがとうございます。いただきたい、ね、出身はどちらでしたっけ？出身は、僕もあかねさんと同じ九州の福岡県になります、うんうん、はい、んなんです、あの九州男児でございます、うん、なぜ笑った？福岡県のどこですか？福岡県の京都と書いて宮古郡というところでございまして、あの稲赤の郡の方で、稲赤の方になりますね。ね、あの長崎、長崎神奈川、はい、神奈川茅ヶ崎市でございます。茅ヶ崎市、はい、もう今もあの茅ヶ崎はサザンオールスターズのコンサートがね、うん、今週ありますので、うん、みんな燃えてますよ。すごい、サザンライブ
ライブがね今年もありますからね。はい、ということで、うん、メールメール、まさみちゃんこんにちは。鳥小屋釣りでの MC もしっかり胴に入った様子ですね、うん、胴に入った様子、胴に、あ、胴に行った様子、ちぎりんさんはね、うん、すごい言葉を知ってらっしゃって、漢字もよくご存知だから、私漢字苦手でね読めないことがままにある、イケメンの宝馬翔吾くん、いやキリッと、同じくイケメンの高山礼也くんに囲まれて番組も超盛り上がってますね。この後にまさみちゃんにとっておきのクイズを出しますので楽しみにしててください。なんだろう、そんなクイズいらないしてたよクイズ。小生の記憶ではまさみちゃんがデビューしたのは1994年ですよね。小生が逆算すると46歳の時でした。あ、ちぎりんがね、ちぎりんが46歳の時に私デビューしたの。へえ。まさみちゃんがデビューした時に流行った流行語は次のうちどれでしたか。おちょっと待って、3つある。94年のことお分かりになります。94年の次の3つから選んでください。頑張ろう神戸、同情するなら金をくれ、金さん銀さんこれ全部ありそう、分かる。金さん銀さんは分かりますよね、ねえ、おばあちゃま、うん、金は100歳、うん、銀は100歳、それわかりますそれだよね、同情するなら金をくれ、わかりますよ、同情するなら金をくれ、はいはい、これはね、これね、頑張ろう神戸、これ阪神淡路大震災、あ、うん、正解は15分後に報告です。ちょっと待って、これ私わかんない、先生考えといて先生わかりました、わかんない、わかんないですよね、私もわかんない、ちょっと後であの15分間の間に、うん、あの曲をかけて、うん、あのネットで調べたいと思います。はい、そしてイモジーさんからもメール来ましたよ。こんにちは、沖田真由美さんだって、まさみさんや、まさみさん、フェイスブックの友達のイモジーン、イモジーンかっこうんさんです。お、そっかそっか、ありがとうございます。あ、私のねメッセンジャーにもね、今日あかねちゃんよろしくって言って書いてあった、鳥小屋ズーリは何度か見てるのにコメント初めてコメントします、ありがとうございます。あかね椿さんの埼玉県川越市の応援する会です、よろしくお願いいたします。わー、いやいや、ありがとうございます。嬉しいね、嬉しいです。そう、あの私のフェイスブックにもね、あかね椿さんよろしくって入ってた。あ、そうなんですか。入ってた入ってた。いやいや、ありがとうございます、ありがとうございます。明日は川越の方にラジオで行ってきます。イモジンさん、またそちらにもよろしくお願いいたします。ありがとうございます、イモジンさん。はい、ということで、じゃあちぎりんさんのクイズが考えてる間、私はネットで調べたいと思いますので、曲の方をかけたいと思います。さっきまでここにいた方の、レイヤ君のね、うん、曲でございますね。高山レイヤさんで、行かないでずっと。続けてほしいの。
行っちゃったね。そうだね。で行かないでずっととか言っててね。自分は。自分は。自分は。なんだ椿さんがね染まってきた。いい線をボソッとね。ついてきます。いいことだね。いいことだ。後戻りがもうできなくなる。できなくなるね。そうだね。やばいね。まあでもねなんかほらさっきの。ちぎりん、15分後に正解来るんだけどさ、はい、考えてるちゃんと。あ、ちょこっと。本当？はい。ネットとか見ちゃダメだよ。ネットそこにスマホあるけど。はい。大丈夫？大丈夫です。封印、もう機内モードに。見てないですか？知らない。でも先生はさっきずっと調べてた。音声検索してました。調べて。頑張ろう神戸が95年だそうですで金さん銀さんは91年だそうですということで正解はダラララッタラー。はい、登場するなら金をくれ。おー、イエーイ。なんかほらランドセルだから似合ってる。あ、ワンちゃんをちょっと連れて似合ってるね。いいねだそうですよ。ちぎりん、今の時代はね何でも調べられる。世の中便利なような不便なような、もう大変な時代になりましたけれどもね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと曲いきますか。はいね、曲、この番組のスポンサーさんメロディーさんのですね、マスターでもあります前頭3枚目さんの歌声で、今日はこの曲を歌うそうですよ。何の曲だと思います？何の曲でしょうね。はい、本間翔吾さんの歌で木漏れ日の君。ありがとうございます。Yeah.
前頭三枚目さんで本間翔くんの歌ですね、木漏れ日の君お届けいたしました。ありがとうございます。どうですか翔くん、歌っていただいたご感想。僕が歌うよりも前頭さんが歌っていただけた方が再生数が上がるんですよ、なぜか。だからもう嬉しい、宣伝に なるんでありがとうございます。じゃあいっぱいこれからも前頭さん歌ってください。お願いします。もうすっごい真剣にねご自身の歌を聞かれてましたよさっき、まあちらにいらっしゃるんですけどね。はい、メール来てますね。いもじいさんね、沖田まさみさんは先ほどお名前を間違えて大変失礼しました。そう、まゆみじゃないよっつったやつ。普段の投稿写真と違って生放送なので上がってしまいました。今は同情するなら CD 買ってくれかな。確かに本当だね、うん、いいこと言うね。ねえ、まさみ様意外と面白いですね。意外と面白いですね。面白い、その言葉が。あれ、私面白いのかな。どこかでチャンスがあれば生まさみさんにご対面したいです。てかぜひご対面してください。その時は気取っております。はい、そして、伊豆の社長、伊豆の総裁、伊豆の十三、まさみさん、あかねさん、こん、ほうまさん、おはようございます。いつもと違う感じがとても新鮮です。あかねさんは昨晩メロディーさんで拝見しましたが、座っても可愛らしいですね、うん、ありがとうございます。ほぼほうま生姜さんの目玉の影に隠れてます。あかねさん、もうちょっと僕の目玉をパンチして頑張ってくださいね。ということでありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして、出ました、答え合わせ、ちぎりん。まさみちゃん、 MC 誠にお疲れ様です。先ほどのクイズの正解ですが、15分の間にネットで調べてみましたが、はい、調べましたよ。ちなみに正解は2番の同情するなら金をくれです。1番の頑張ろう神戸は1995年、また3番の金さん銀さんは1992年となります。大変お疲れ様でした。でもね、調べてくれてありがとうございます。またあの2時からもクイズ待ってます。よろしくお願いします。2時からはね、ショーゴとレイヤの歌仲間、あ、メロディーの番組名が変わって、うん、ショーゴの歌、うん、メロディーの歌仲間ちょっと自分、うん、ほんでまた次がレイヤのラブメロディー、あれ合ってるかな、分かんない、間違ってたらごめんね。そ
んな感じでございますので、はい、ぜひ皆さんね、そちらも2時からもまたお付き合いいただきたいと思います、はい、お時間の方がもうあまりないですね。ね、なのでスケジュールはまた2時からの時にね、はい、お知らせしたいと思いますので、引き続き2時からもご覧いただきたいと思います。ということで本日のまさみの気ままなメロディ、そろそろお別れの時間でございます。2時からもお付き合いくださいね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。金津脇ちゃんでした。安田建設が選ばれる理由。安田建設は設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省の R グレー工場に認定。安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質。社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット。質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い安いうまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます。まあ、よく俗に言うよりかごから墓場まで。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を完備、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、
ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。